チェロ講師の黒です。今回はチェロの基礎を身につけるための練習方法を余すことなくすべて解説していこうと思います。理想のプロのチェロ奏者と自分の演奏を比べたときに、なんか安定した音が鳴らないなーですとか、曲がなかなか弾けるようにならないなど思うことはありませんか？それを改善しようと思って、ボーイングや音階、練習曲をひたすら闇雲にやっている人、それはもしかしたら逆効果かもしれないです。正直なところ、教本やチェロが専門じゃない先生から習うレッスンはあなたの演奏に必ずしも最適化された練習とは言えないことも多く、何時間練習しても一向に上達しないっていうこともあります。そこで今日はチェロ奏者である僕が実際に使っている練習方法を全て解説して、この動画見るだけでチェロの練習方法で大きく間違ったことにはならないという超決定版的な動画を作ってみました。音出しから構え方、弓の持ち方や音階、そして曲の練習法まで、チェロの練習に関することを紹介していきます。ただしあくまで僕の方法なので、そこはご了承ください。実際に基礎を間違って身につけてしまうと直すのに数年かかる場合もありますので、間違った方向に行く人が減ればなぁという願いで動画にしてみました。チェロを弾く上ですっごく大切なのが構え方です。構え方、甘く見てはいけません。実は音が安定しない原因や難しい曲になった時に弾けない理由が構え方にあったなんてこともよくあります。ですので構え方ってとっても重要なんですね。まずは椅子の高さを確認しましょう。膝が約90度に曲がるものがいいので、椅子の高さが高すぎても低すぎても問題があります。例えば椅子が高すぎますと両足を地面にしっかりつけられなくなってしまって、体が不安定になって弾きづらくなりますし、今度は逆に椅子が低すぎて膝が曲がりすぎてしまいますと、今度は両足で楽器を挟みづらくなりますので、楽器の方が不安定になってしまいます。もうこうなってしまうと僕でも弾くのが難しくなりますので、椅子の高さは膝が約90度になるぐらいのものがベストです。おすすめは程よい高さの丸椅子か、高さを調整できるピアノ椅子です。ちなみに僕は普段は丸椅子で練習していて、演奏会などではピアノ椅子で弾いています。ちなみに体はこのように左右に揺らせるでしょうか。体が左右に揺らせない状態ということは、それだけ体が動かしづらい状態ということですので、演奏もしづらくなってしまいます。もし左右に揺らせない状態でしたら、少し浅めに座って足の裏をしっかり地面につけて揺らしてみましょう。たくさん体を揺らす必要はありませんので、軽く体を揺らしてある程度自由が利く状態にしましょう。そして背筋もしっかりと伸ばしましょう。猫背の状態になってしまいますと、首がストレートネックになってしまって肩こりなどの原因になってしまいます。腰にも負担かけてしまいますので、背中が丸まらないように背筋をしっかり伸ばして構えましょう。特に気をつけてほしいのは、体が左右に揺らせるかというのと、地面に足をしっかりつけているかの2つになります。ちなみにこのことをエンドピンというんですが、エンドピンの長さは基本的には自由です。よく言われる目安は手を広げたぐらいの長さですが、自分自身が構えやすいと思う長さに微調整してしまって大丈夫です。体格によってチェロの出っ張りの部分、ここが溝落ちのあたりに当たる人もいれば、胸骨の上あたりに当たる人もいますので、それによってエンドピンの長さを調整します。エンドピンは長さによって長所と短所があります。エンドピンを長くすると楽器がこのように寝そべっている状態に近くなるので、右手の重さが乗せやすくなり音量が出やすくなります。その代わりチェロの重さが体にかかりやすくなりますので、腰への負担が凄まじくなるという悪い点もあります。逆にエンドピンを短くしますと楽器が縦に近い状態になりますので、体は非常に楽なんですが、右手の重さは乗せづらくなります。このように長所と短所がありますので、こちらも加味して構えてみてください。弓の持ち方は様々な流派がありますが、今回は僕の流派を紹介したいと思います。まず左手で弓をこのように持っていただいて、右手フリーにしたら右手ブラブラーっと振って力を抜いていただきます。そして弓の黒い部分、フロッグって言うんですけれども、
もフロックのあたりに右手を乗せます。そして親指はフロックのこのくぼみの部分ですね、ここに手を当ててあげて親指を少し曲げてあげます。この時に親指と中指は同じぐらいの位置に置いておきます。なのでブラブラーっとしてフロックの上に乗せて親指くぼみに置いてあげてちょっと曲げて、で最後に指を、まあ、猫のこの手のように少しこう曲げてあげれば完成です。もう一回やってみたい場合は動画を戻してまたやってみてください。他にも流派があるってお話をしましたが、例えば弓の愛と呼ばれるこの部分、ここに小指を置いて構える形や、親指をフロックのくぼみの中に入れて持つ持ち方や、あとはバッハなど昔の曲を弾くときによく使う持ち方ですが、このようにフロックにかからないパターンなど本当に様々あります。ただ弓を持つときに余分な力が入ってしまうようなことは基本的に避けるようにしましょう。例えば親指がぐーっと反ってしまうですとか、力を抜いて親指を反らせるのって無理ですよね。力を抜いたら親指って少し曲がると思います。なので親指は反らないようにしましょう。あと小指側に倒さないこと、これめちゃくちゃ重要です。小指側に倒してしまいますと、あーふわふわ浮いちゃいますね。弓が浮いちゃうんですね。浮いてしまうということは余分に力を使わないとそもそも弓を弦の上に置けない状態になりますので、どちらかというと人差し指側に倒すようにしましょう。本当にこれはどちらかというとっていうような話です。ちなみに小指は弓の上にこのように乗せないで、弓の側面、黒い部分のフロックに少し当てるように弓を持ちましょう。これはバイオリンの場合は弓の上に小指を置いて腕の重さを乗せすぎないようにするんですが、チェロの場合弦が太いので、とにかく低弦の場合パワーがいるんですね。もう本当に特に低弦めちゃくちゃ太いですので、しっかり弾くためにも小指は弓の上に乗せずに側面に当てて持ちましょう。音出しって音出すだけでしょって思ってスキップしようと思った方、ちょっと待ってください。各弦によって弾き方が変わるっていうの知ってますか？これめちゃくちゃ重要なんです。例えば一番太い弦の低線を弾くときはしっかり圧力をかけると、こんな風にしっかりなるんですが、一番細い弦のアー線を同じようにがっつり重さをかけて弾くと、変な音が鳴るので苦手な方はご注意ください。このように圧力が強すぎてギーギーになっちゃうんですね。逆に一番細い弦のアー線を弱めの圧力で弾くと、こんな風に綺麗になるんですが、同じ圧力で一番下の太い弦の低線弾くと、このようにかすれた音になってしまいます。これを知らないで弾くと、いつまで経っても安定した音が出てくれないという状況に陥ってしまうんですね。ですので、太い弦を弾くときは弓の圧力をしっかりかけて弾いて、細い弦を弾くときは太い弦よりも弱めの圧力で弾いてあげますと、バランスよく音が鳴ってくれます。このバランスっていうのが非常に難しくて、弓の速度も同じことが言えます。弓の速度が遅すぎますと、このようにガリガリといった硬い音になっちゃうんですけども、弓の速度が速すぎますと、このようにかすれた音になってしまいますので、程よい速度と弓の圧力を探してあげる必要があります。この時に大切になるのが、一つの音を4拍伸ばす練習です。最初は太い弦から2番目の弦、こちらの弦線で60のテンポで4拍伸ばす練習を行います。この時になるべく音がかすれてしまったり、ガリッと言ってしまわないように、程よい圧力と弓の速度を探して音を伸ばし続けます。これを1日たった1分やるだけで音がかなり安定してくれますので、ぜひやるようにしましょう。概要欄に練習用の参考演奏、参考の動画も載せていますので、ぜひそちらも見てみてください。ボーイング弓使いの練習ってとっても大切で、基本的には音って右手で出していますので、安定した音を出したいのであればボーイングは超大切なんですね。ボーイングの動かし方のコツは、まず腕全体を動かして、次は肘から先をこのように伸ばします。
そして次は肘から先を戻して、最後は腕全体を戻すんですが、この時にこのように肘を軽く下ろしましょう。ある程度腕を動かすと肘ですとか肩ってこんな形ですね、ある程度上がっちゃうんですね。なので肘や肩をスタートした時の位置に戻すために、最後は肘を軽く下ろします。肘を下ろしてあげると肩も自動的に下りますので、肘だけ意識する方がやりやすいかなって思っています。腕のリーチ的に余裕のある方は、弓の先まで行ったとしても肘や肩上がらないように意識するっていう風にするといいのですが、肘や肩が上がると人間の構造上押さえつけるような形になってしまうので、余分な力がめちゃくちゃ入ってしまいます。どちらかというと右手は余分な力なるべく抜いた方がいいですので、肘や肩は上がりすぎないように注意しましょう。こちらの練習方法は、すべての弓と書いて前弓と言いますが、なるべく前弓を使って弾く練習をします。太い弦から順番にすべての弦を弾いていきますが、まずは一番太い弦の正線で60のテンポで4拍伸ばす練習を行います。これを2往復行って、次は下線、次は出線、最後は一番細い弦のアー線で同じ練習を行います。ボーイングの基礎として大切なのは、どれだけ安定した音が出せるかですので、なるべく一定の位置で弓を弦に対してまっすぐ動かせるよう意識をしましょう。弓の位置がこのように上に行ったり下に行ったりしますと、簡単に音がかすれてしまいますし、弓が斜めの状態でも音が簡単にかすれます。ですので自分の演奏する姿を鏡などで確認しながら、弓がまっすぐ動かせているかどうか、一定の位置で弾けているかどうかを確認しながら、4拍伸ばす練習を1日1回行いましょう。音がめちゃくちゃ安定しますので、必ず右手のみで練習を行いましょう。ボーイングには様々なバリエーションがあります。例えば異弦、弦から弦に移動することを異弦と言うんですけれども、ゲーセンのソの音からデー線のレの音に移る際は、なるべく異弦先の弦に近づけてから移動してあげます。あとは一弓の中でゲーセンとデー線を交互に弾く場合は、なるべく上下の動きを少なくして弾いてあげます。もし異弦の動きが苦手でしたら、最初はゲー線とデー線それぞれ4拍ずつ伸ばす練習をして、次はゲー線とデー線を2拍ずつ伸ばして弾いて、最後はゲー線とデー線を2拍ずつ伸ばしながら、一弓でゲー線とデー線を弾きます。最初はテンポ60で1日1回弾くようにして、慣れてきたら2から4ずつテンポを上げていって、最終的にはテンポ150ぐらいで弾けるとかなり楽に異弦できるようになります。あとは音を短く弾くスタッカート。スタッカートは厳密には弓を跳ねさせません。すごく単純に言うと、弾いて止めて弾いて止めてを繰り返すだけです。基本的には弓はつけっぱなしです。こうすることで音が短くなりますので、もし曲の中でスタッカートが出てきましたら、基本的にはこのように演奏します。ちなみに跳ねたようにスタッカートを聞かせるには、ちょっとしたコツが必要で、まずは弓を少し押し込んで、弾いたすぐ後に弓の圧力を抜きますと、まるで跳ねてるように聞こえますよね。
基本的には弓は弦から離さないで音を短くして弾きます。バイオリンは弦が細いので簡単に跳ねさせられるんですが、チェロは弦が太い分弾く時のエネルギーがいりますし、弦の振動までに時間がかかるので跳ねさせるのも一苦労です。ちなみに弓を跳ねさせる奏法もありますが、まずは弦の上で弓を跳ねさせてみましょう。バスケのドリブルみたいな感じですね。こんな感じで跳ねさせたら、今度は V 字に弓を動かしてみましょう。これが結構難しいので、もうちょっとずつやってみてください。で、この状態だと音が短すぎてしまうので、なるべく跳ねる量を少なくして、左右に少し多めに動かしてあげますと、綺麗な音で弓を跳ねさせることができますが、練習方法は本当に単純で、ひたすらゲーセンで跳ねさせましょう。ゲーセンでも OK です。1日1分から3分をめどに行うのですが、基本的にはバスケのドリブルと同じような感覚で、両手で交互にドリブルするのを片手で行うような感覚です。左手で弦を押さえるときに重要なのは、左指をしっかりと曲げて、親指を中指の下あたりに置いて押さえることです。弓を左指の指先でこのように持っていただいて、各指に均等に力が入りやすい場所に親指を置くとなると、大体中指の下あたりに親指が来ます。これが例えば人差し指に親指が寄ってしまいますと、小指に力が入りづらい、押さえづらくなりますし、小指側に親指を寄せすぎてしまうと、今度は人差し指側が押さえづらくなります。ですので、バランスよく各指に力が入る中指の下あたりに親指を置いてあげましょう。もし親指の位置がすぐずれてしまう場合は、親指の位置にマスキングテープをこのように貼って目印にしてあげるとやりやすくなります。ちなみに左指が反るのは危険ですので注意しましょう。こんな形で指が反ってしまいますと、指の関節にガンガン負担がいってしまうので、もう怪我の原因になります。指に痛みを感じてしまって長時間弾けなくなってしまうんですね。これが結構大問題で、直すとなると恐ろしく時間がかかります。あと癖を直すとなると、これ年単位でかかることが多いです。なので弦を押さえるときは指を軽く曲げましょう。親指も反ってしまってはダメです。指を痛める原因なので絶対に軽く曲げましょう。あとは左指を押さえたときの肘の位置ですが、下がりすぎても上がりすぎても押さえづらくなってしまいます。ですので、これをちょっと確認していこうと思うんですけれども、まずは真ん中の弦2本の間にこのように指を入れていただいて、親指はつけない状態にしてもらいます。で、この状態で下の方にぐーっと下ろしてみましょう。指4本はつけたままです。で、親指だけつけない状態です。そしたら戻してみましょう。また下に下ろしてあげて、また戻してみましょう。で、戻していただいたら手首が腕に対してまっすぐな状態になっていると思いますが、この時の肘の高さ、腕の状態で弾くように意識しましょう。これは手首がこのようにくの字に曲がったり、このようにへこんでいる状態ですと、手首が鬱血して怪我の原因になりますので、先ほどの方法で肘の高さですね、手首が曲がりすぎていないかどうかも同時に一緒に確認をしてあげましょう。そして提言は、弦が太いためしっかり押さえないと音がかすれてしまったり、音が低くなってしまう原因になりますので、本当にしっかりと押さえるようにしましょう。例えば一番太い弦、ドの音が鳴る正線で人差し指を押さえて音を出してみましょう。このようにしっかり音が鳴れば大丈夫ですが、このような形で音がかすれたり音が不安定だったら、左指の押さえが足りない可能性が大です。あとは左指を押さえなければ鳴るのに、左指を押さえたら音が鳴らないのは、左指の押さえが足りない証拠ですので、特に提言はしっかり押さえて弾きましょう。あと初心者さんは、初めは指を押さえる位置が全
全くわからないと思いますので、そういう場合は押さえる位置に5ミリの丸シールかマスキングテープを貼って目印にすると練習しやすくなると思います。貼る場所は今画面に出てるような形で貼っていきます。指を押さえた際の音ですが、これも今画面に表示されているように一番太い弦のチェー線はレミファの位置に貼ってあげて、2番目の弦のゲー線はラシドの位置、3番目の弦デー線にはミファソの位置、最後一番細い弦のアー線にはシドレにそれぞれシールを貼っていきます。ただ弾いている時に直接シールをこんな形で見てしまいますと体勢崩してしまいますので、可能な時は前に鏡を置いてシールの位置を確認しながら練習してあげるといいです。ちなみにシールの位置はこういったチューナーなどを使って音の高さを確認しながら貼っていくといいです。音階練習ってすっごく大切で、どんな曲も練習曲もほとんど音階で成り立っているので、音階が安定して弾けるようになれば曲を弾いた時も安定した音が出せるようになります。詳しくはいい音になるチェロ練習完全攻略で解説していますので、ぜひ概要欄の URL からご覧ください。譜読みの基礎についてお話ししていきますが、まず楽譜を見てみましょう。こちらはキラキラ星の楽譜になります。まずヘ音記号についてですが、こちらは点と点の間がファの音だよということを表しています。なのでファの音から数えて音符を読みますので、ファミレード最初の音はドの音から始まります。初めから順番に音符を読んでみると、ドドソソララソファファミミレレドになります。その横に4分の4と書いてありますが、上の数字が1小節内に音符がいくつ入るかを指していて、下の数字は音符の種類を表しています。なので四分音符が1小節に4つ入るということを指しています。4分の3であれば四分音符が1小節に3つ入りますし、8分の6拍子であれば8分音符が6つ入ります。今回は4分の4拍子ですので4つカウントしながら弾いていきます。1、2、3、4、1、2、3、4というような感じです。音符の上に書いてある数字は指番号と言います。これは左指を押さえる番号が書かれていまして、何も押さえていない状態が0、人差し指で押さえている時は1、中指で押さえている時は2、薬指は3、小指は4となります。そして音符の上に書かれているこのようなくぼみのようなマークはダウンといって、弓を右に動かす記号です。次のブレス記号のようなマークはアップといって、弓を左に動かす記号です。これは弦楽器特有の記号ですね。はじめは4と書いてあるので、ゲー線で小指を押さえて、ちなみに指がバタバタしないように人差し指や中指、薬指も一緒に押さえます。そしてダウンと書かれているので右に動かして音を出しますと、最初の音が鳴らせました。次の音も4の指を押さえてアップと書いてあるので左に動かして音を出しますと、次の音も鳴らせました。このような形で楽譜を読みながら練習を進めていきます。練習の進め方ってものすごく重要です。練習のやり方によって上達速度が段違いに変わるので、初心者の方は特に大事です。もし最初から最後まで何度も通して練習してるよーという方がいらっしゃったら、かなり遠回りをしてるかもしれません。実は最初から最後まで通して弾いてしまうと、自分が間違えたところを修正できずに通り過ぎてしまうので、いつまでも上達しない負のスパイラルに陥ってしまいます。そうならないためにも少し工夫して練習を行うんですけれども、まずは1小節目の音を確認します。ドドソソララソだなというような形で確認しましたら、1小節目だけをめちゃくちゃゆっくりのテンポで間違えずに弾けるようにします。実際に弾くテンポの2分の1から4分の1のテンポで練習するくらいがいいので、もしテンポ120が目標だったら60か30のテンポで弾けるようにまずは練習します。これができましたら少しずつテンポを上げて練習をしていきますが、だいたい2から4ずつ上げていきます。うわー、これじれったい、テンポが変わってる気がしないと思うくらいが
ちょうどいいので、これがコツです。この方法でやれば、最後には弾けるようになる魔法のような練習です。完成を楽しみに、少しずつ練習進めていきましょう。そして少しずつテンポを上げていって、1小節目が間違えずに弾けるようになりましたら、次は2小節目で全く同じことを行います。2小節目も弾けるようになりましたら、今度は1小節目と2小節目を、もうゆっくりのテンポでつなげて弾いてみましょう。もし4小節の曲でしたら、3小節目と4小節目もそれぞれ同じように弾けるように練習していって、3小節目と4小節目も同じようにつなげて弾けるようにしますし、それ以上の長さの曲になったとしても、基本的には1小節ずつ弾けるようにしていきます。僕はこの方法を使えば、どんなに難しい曲になったとしても、今まで困ったことがなかったですので、すんごく便利な練習の進め方になります。そして曲全体が弾けるようになりましたら、今度は音の強弱をつけていきます。音の強弱は、フォルテが大きい、メゾフォルテがやや大きい、メゾピアノがやや小さい、ピアノが小さいですし、あとはクレッシェンド、だんだん大きくですとか、デクレッシェンド、だんだん小さく、ディミネンド、だんだん小さく、などがあります。クレッシェンドやデクレッシェンドは、このような記号で書かれたりもします。強弱をつけるときに、力ずくで行うのはダメです。力ずくで行ってしまいますと、腱鞘炎などの原因にもなりますし、力ずくで行うほど、弦の響きが押さえつけられてしまって、安定した音が出なくなってしまうためです。弦楽器の強弱のつけ方は主に3つありまして、1つ目が弓の速度。弓が速ければ音量は大きくなって、弓が遅ければ音量は小さくなります。2つ目が弓の圧力。圧力が強ければ音量は大きくなりますし、圧力が小さければ音量は小さくなります。三つ目は弓の位置。弓の手元あたりで弾けば音量は強くしやすいですし、弓の先で弾けば音量は強くしづらいですので音量が弱くなりやすいです。このように弓の速度、弓の圧力、弓の位置、この3つのバランスをバランスよーく使って弾いていきますが、楽譜を見ていただくと、最初はメゾフォルテとクレッシェンドが書いてあります。なので、やや強めの音量から、だんだん弓の速度と弓の量を増やして、音を大きくしていきます。その後はデクレッシェンドと書いてありますので、だんだん弓の速度と弓の圧力を減らしていって音を小さくしていきます。このようになるべく力づくにならないように工夫して強弱をつけていきます。音楽の表現って曲がある程度弾けてないと表現するまでって難しいんですね。右手も左手もある程度安定していて、多少間違えても通して弾けるようになっていないと弾くのに手一杯になってしまって表現まで手が回らないんですね。でも音楽表現することは音楽の醍醐味でもありますし、曲がある程度弾けるようになりましたらぜひ音楽表現もしてみましょう。音楽表現の方法は様々ありますが、まずは楽譜から必要なことを読み取ってみましょう。例えばこのような楽譜があったら、あなたはどのように表現しようと思いますか？ピアノと書かれてますので、弱く小さくひっそりと弾くんでしょうか？楽譜アルファベットで書かれている文字を見ると、上のところにアンダンテと書かれていますが、歩くような速さでという意味を持っています。ここで重要なのがアンダンテの解釈の仕方です。アンダンテは音楽をかじったことのある人ですと、あ、これってゆっくりのテンポで弾けばいいのかなぁと解釈されることも多いです。しかし、アンダンテは歩むという意味を持っていますので、ただただ音楽をゆっくり弾くのではなく、前へ前へという推進力を失わないで弾くことが大切になってきます。これがもし、ラルゴというような楽語であれば、ゆったりと幅広く弾くというような意味を持ちますので、
ったりと弾きますし、レントという楽語であれば遅くという意味を持ちますので遅く弾きます。楽語というのは弾く曲がどういった雰囲気なのか、どのように弾けばその曲の良さが最大限に出るのかを教えてくれます。アンダンテであれば歩むような音楽ですし、ラルゴであればゆったりとした音楽になります。これでもちょっと違いが出てきますね。歩むような速度、ゆったりとした速度。ちなみに下に書いてあるドルチェは柔らかくというような意味を持っています。その横に書いてある P というのはピアノといって弱く弾くという意味を持っています。これらを合わせると弱く柔らかい音色で歩むように弾いていくという音楽の表現のヒントが得られます。なんかこれだけでもどのように音楽を弾けばいいのか分かりやすくなりますよね。実は楽譜に書いてあるあらゆる楽語は音楽表現をする上でとても重要なヒントになっています。そのヒントを知った上で音楽を聴いてみてどのように表現をするかを決めていきます。もしドルチェを知らなかったらピアノだから、小さく弾くということでひっそり弾いてしまったかもしれません。もしくは小さい音でハキハキと弾いてしまったかもしれません。なので楽譜を読み解くというのは音楽をする上で非常に大切になっていきます。そして今回の曲は明るい曲です。聴いてみますと、このように明るい音楽ですので弱く柔らかい明るい音色で歩むように弾くといった形になります。どんな音楽なのかがかなり明確になってきました。なのでこの曲を弾くときは弱く柔らかい音色を作るために弓の圧力を弱くして弾きます。その中で歩むような速度で弾いてみましょう。そうしますと、このような形になります。今回は構え方や弓の持ち方などチェロの基礎に焦点を当ててお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。今回紹介した内容を毎日5分から10分でいいので実践していただきますと少しずつ安定した音が出せるようになっていきます。そして今回紹介した練習をサポートする教材を LINE を登録した人にプレゼントしています。カラー版運指標、初心者は読むべき、おすすめ教材紹介、上達が早くなる、効率的な練習の仕方、知らなきゃやばい、初心者が知るべき、綺麗な音の出し方、必見、上達していくウォーミングアップの効率的な組み方が受け取れます。例えばなんですが、上達が早くなる効率的な練習の仕方を見ていただければ、動画内で紹介していた曲の練習を効率的に行うことができます。僕のレッスンでは、一人一人に合ったカリキュラムを作成して、一つ一つ丁寧に教えていますので、あなたのやりたい夢も叶うと思います。こちらも LINE を登録していただくと申し込めるようになっていますので、ぜひ概要欄にある公式 LINE を登録してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。